どうも、エキゾチックホットです。今回はですね、実はね、新しくねちょっとお迎えした子がいて、その子のお迎え動画になるんですけども、その前にちょっとその子の、飼育ケージ、飼育スペースのちょっと準備をねしていきたいと思います。それではね、早速準備をやっていきたいと思います。はい、それではね、ちょっとケージのちょっと説明をしていきたいと思うんですけども、今回ねお迎えする子はちょっとね保温が必要な生態になるんで、だいたい30度ぐらいをちょっとキープしたいなと思ってるんで、水槽というか、このようなね爬虫類のケージとかでも何でもいいんですけども、結構基本的に保温できるようなねこうスペース、飼育スペースをね準備していきたいと思います。あとはちょっと今も入れちゃってるんですけども、こんな感じで木のなんていうんですかね、こうマットみたいな感じの、こういう感じのものを入れてちょっとクッションみたいなのを作ってあげたりとかしますね。他にあとは湿度とかの関係もあるんですけども、基本的に湿度よりかは今回はちょっと温度をねちょっとキープできるように、保温重視でちょっとね考えているんで、このような飼育ケージを選んでみました。はい、じゃあちょっとね時間かかるんでね、早送りしながらちょっと行きたいと思います。はい、大体こんな感じで引き終わりました。こういうねふわふわした感じのクッションみたいな感じですね。こんな感じちょっとパラパラするような感じで、あんまり湿度は保ってないです。はい、次はねちょっと保温するための器具ですね。今回はね保温器を使っていきたいと思います。保温器のねこれぐらいのサイズであれば、30度、このケージの大きさであれば、30度キープできるかなと思います。これ以外のね保温器であったり、あとはねこういう赤外線ライトとかでもいいんですけど、できれば今回はちょっとね30度キープしたいんで、これぐらいのね保温器具を用意して準備完了になります。はい、次はね飼育ケージが整ったので、飼育環境が整ったので、どんどんねお迎えにね行きたいと思います。じゃあね、ちょっと緊張するんですけども、行ってみたいと思います。はい、お迎えの当日は、天気もね、良くてね、結構温度も高かったんで、袋の中にカイロも入れつつ、ちょっと車でね、お迎えに行きました。今回はね、専門店の方でお迎えしたんですけども、そこの専門店の店員さんもね、結構詳しい、いろいろ詳しくて、いろいろね、この子のことについて教えてくださりました。じゃあね、お迎えしたんで、ちょっとね、箱の方を開けていきたいと思います。はい。今回ね、お迎えしたのね、こちら、オカメインコになります。ちょっとね、うんちありますけど、こんな感じのオカメインコのヒナですね。種類としては、ルチノって言って、ほっぺたがちょっとオレンジで、頭が黄色くて、体が白いようなね、オカメインコになります。まだ生後一月弱ぐらいのヒナになりますね。オカメインコのヒナはですね、他のインコに比べて少し神経質なところもあるとは聞くんですけども、基本的に挿し餌をしながら、泡玉とかも使いながら、あとはフォーミュラとかも使うんですけども、そちらを使いながら挿し餌と、1日3回から4回、その後の状態を確認しながら、給餌していくって形になります。あとはこんな感じで基本的にあまり羽ばたかないんで、水槽とかケージとかでもいいんですけども、ある程度こう羽ばたくようになってきたら、一般的な、鳥の籠に移してあげたりとかも考えて、やっていきたいなって思います。はい、あとは室温は大体基本的に30度キープできるような形にしておいてもらって、あとは餌ですね、ご飯なんですけども、大体こう温度的に40度から高くても50度、50度だとちょっと高いかなって気もするんですけども、ちょっとね温めながらフォーミュラーとか、あとは泡玉を混ぜた練り液とかを、大体1日3回から4回ぐらい、その状態を確認しながら、温めた状態で、冷めるとね消化不良とか食体とかっていうのが起きちゃうんで、そんな感じでねちょっと調節しながらご飯をあげていきたいと思います。はい、ねちょっと環境に慣れるまで時間がかかると思うんですけどね、少しずつ頑張ってもらって環境に慣れていってもらえたらなと思います。はい、こんな感じでね、今回はね、オカメインコのお迎え動画だったんですけども、またね、これからね、いろいろ変化していくと思うんで、それを動画にできたらいいなって思います。
はい、今回はこの辺りでね、終わっていきたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。